これから7回イーグルスの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。姫野がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上引っ張った。高い打球レフトへ、ここは打ち上げています。上がりすぎました。レフトが取りました。バッターは DH 島内。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、清水が掴んで2アウト。5番バッター茂木、今日は2つのフォアボールを選んでいます。2アウトになっています。次もスライダーを続けるならもっと厳しいところに行かないと危ないですよね。なるほど。さあ打ちました。これはどうだ。姫野1塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。8回まで来ましたイーグルスの攻撃。バッターは6番岡島。ファイターズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよ。打ちました。これはどうか、アウト。ワンアウトです。バッターは7番オコエ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。2アウトです。打席には8番バッター辰巳。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。ファウルになります。3アウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。コーナーをつきます。ワンボールツーストライクです。ボールになります。高め打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。西川抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター小深田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。姫野、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトロー外れます。素晴らしい球ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンド取った。アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、プルヒッターですから緩急つけながらアウトコースの速い球で勝負したいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。空振り三振。3アウトチェンジ。